ナウマンゾウ親子の生態復元模型、ナウマンゾウは、日本に生息していたゾウの一種である。様々な説があり、はっきりとした年代は不明だが遅くとも65万年から42万年前頃には、すでに出現していたのではないかと言われている。約2万年前頃から衰退し、約1万5千年前の新生代更新期まで、 生息していた。増木増加に属し、原生のアジアゾウと近縁である。大陸からも、ナウマンゾウとされる、化石の発掘例があるが、日本のナウマンゾウと同種であるかどうかは、今のところ不明である。肩高2.5メートルから3メートルで、原生のアジアゾウと比べ、やや小型である。表記の寒冷な気候に適応するため、皮下脂肪が発達し、全身は、 体毛で覆われていたと考えられている。牙が発達しており、オスでは、長さ約 240cm、直径 15cm ほどに達した。この牙は小さいながらもメスにも存在し、長さ約 60cm、直径は 6cm ほどであった。最初の標本は、明治時代初期に、横須賀で発見され、東京帝国大学地質学教室の、 初代教授だったドイツの親とい外国人ハインリッヒエドムントナウマンによって研究、報告された。その後1921年には浜名湖北岸の工事現場で牙、球死科学骨の化石が発見された。京都帝国大学理学部助教授の牧山次郎は1924年にそれが ナルバダゾウエレファス・ネマディカスの新亜種であるとして、これを模式標本とし、日本の化石調ビル医研究の草分けであるナウマンに、ちなんで、エレファス・ネマディカス・ノーメンニーと命名した。これによりは名は、ナウマン像と呼ばれることになった。1962年から1965年まで、長野県の野尻湖で実施された4時にわたる、発掘調査では、 大量のナウマンゾウの化石が見つかった。この時まで、ナウマンゾウは、熱帯性の動物で毛を持っていないと考えられていたが、野尻湖発掘により、やや寒冷な気候のもとにいたことが明らかになった。明治神宮前駅工事の際に出土した、ナウマンゾウの化石の一部1976年、東京の地下鉄都営新宿線浜町駅付近の工事中に、 地下、約22メートルのところから3体のナウマンゾウの化石が発見された。この化石は、浜町標本と名付けられ、頭蓋や化学骨が含まれている。出土地層は、約1万5000年前の上部東京層である。他にも、ナウマンゾウの化石は、東京都内だけでも田大駅、日本銀行本店、明治神宮前駅など20カ所以上で発見されている。 1998年、北海道優別町東馬郎の林道沿いの沢で、奇妙な形の石を、隣村から山菜取りに来ていた漁師が発見し、優別町教育委員会に寄贈した。同委員会は、札幌の北海道開拓記念館に、石の調査を依頼した。北海道では、マンモスは6の4万年前に、ナウマンゾは、 約12万年前に生息していたと考えられていたので、約3万5000年前のマンモスの旧死化石であると発表された。しかし、2002年に、滋賀県立美和古博物館の鑑定で、ナウマンゾウのものであり、北海道でもマンモスと入れ替わりながら、ナウマンゾウが生息していた、新しい事実が明確になった。本種の学名の変遷を以下に示す。 今日一般的に受け入れられている学名は、パレオロキサドン・ナウマンニである。現在では、パレオロキサドン・オロキシダンタのア族とする見解の研究者はおらず、ア族として扱う際には、エレファスのア族とする。その見解からは、エレファス族に分類され、とされることもある。なお、同じく絶滅した増加動物のマンモスは、独立したマムーサス族の総称だが、 こちらも、エレファス族のア族とされることがある。約120から65万年前に、日本に生息していた昔マンモスを、ナウマンゾウの一種であると主張する学者もいる。千葉県インバ村発見、国立科学博物館修像や、北海道中類村発見、北海道開拓記念館修像から、骨格の化石が発掘されているほか、日本各地から、 断片化石が見つかっている。長野県信濃町の野尻湖畔からは、ナウマンゾウ、ヤベオーツの自家の化石とともに、旧石器時代の石器や国器が見つかっており、ナウマンゾウは、当時の人類の狩猟の対象であったと考えられている。日本においては、約2万年前に絶滅したとされるが、これは、日本列島に人類が現れた、後期旧石器時代にあたる。 ナウマンゾウなどのように大型の動物の歯や骨の化石は竜骨と呼ばれ、古くから修練薬、鎮静薬などとして用いられてきた。小僧院には五色竜馬と呼ばれるナウマンゾウの薄刃の化石が宝物として保存されている。ありがとうございます。